エラエ動物、または、プリアプルス類は、全中上の海産無脊椎動物の一分類群、冠ンムリトを備えた糞を持つ、独立の動物門に分類される。日本からは、エラ引虫と二つエラ引虫の二種のみプリアプルスの名は、陰茎を象徴する神、プリアアポスに由来する。エラエ動物という和名は、公実する、お城付属器をエラと考えたことに由来するが、すべての種が、 この付属器を持つわけではない。しかもこの付属器は、エラではなく、感覚器であるとされるようになっている。このことから、エラエ動物門の名を避け、学名のままプリアプルス門と呼ぶこともある。学名は、ギリシャ神話における、生殖の神であり、陰形を象徴するプリアーポスの名に由来し、プリアプルスとは、小さい陰形を意味する。なお英語では、ペニスワームと呼ばれる、エラ引き虫。 円筒形の全虫で左右相称。体長は大きいものでは20センチメートルほどになるが、0.5ミ、mm、リメートルの小型種もいる。体表は口倉に覆われ、成長過程で脱皮する。小型種は透けて見えるが、大型種の体表は紅白色や赤褐色になる。口倉層の下には表皮層、その下には筋肉の層がある。体は大きくホットドウに分かれる。 フンは出し入れが可能で、その表面には多数の棘が並んでいる。フンの先端に口がある。消化管は完全で、ほぼ直線に伸びる。肛門は体の後端、中心近くに開く。銅の体表には、シワが見られるが、これは大切構造ではなく、エラ営動物は大切を持たない。一部の種を除いて、体の後部にお上付属器を持つが、 その形態は種によって様々である。体内には大きな太鼓がある。この太鼓が新太鼓であると主張した研究者もいるが、その後の研究からこれは疑問視されており、エラ栄エ動物は偽太鼓を持つと考えられている。太鼓内は太鼓液に満たされている。太鼓液は水力学的骨格として体を支持しており、糞を突出させるときには、 体壁の筋肉が収縮し、それによって生じる体抗液の圧力を利用する。体抗液中には、ヘムエリスリンを含む、赤血球や、食細胞性の変形細胞がある。体抗の後部に原人感があり、浸透圧調節や、排泄機能を果たしていると考えられる。同じ場所に生殖器系があり、一体の生殖口が、肛門の近くに開口する。神経系は、 表皮内にあり、放射状に張り巡らされている。脳神経節は持たないが、腸を囲むように神経感があり、そこから神経索が腹側に伸びる。ハリクリプテススピノーロシスの妖精。雌有遺体で普通は体外受精。まずオスが生死を、ついでメスが卵を放出し、受精が起こる。受精卵は全活の放射卵活を経て発生し、 同行動,動物の生態によく似たロリケート妖精になる。ロリケート妖精の動部は、口倉の飛行に覆われていて、糞はその中に収まっている。飛行は、成長過程で何度か脱ぎ捨てられ、変態の際には失われるので、生態にはない。一方で、肺が変態せず、生態と同じ形で孵化する直接発生もツビルクス、カのマイプライアプヤラスフィジンシスで報告されている。 この種では、肺は母親によって保護される。マッカベウス科のマッキビウステンタキアレイトスでは、オスの存在が確認されていないが、この種の繁殖方法は不明である。ハリクリプテススピノーロシスの精鋭体。すべて海洋、または気水に生息し、炭水産のものはいない。砂泥底に見られ、浅い超過体から水深5000メートルを超える深海底まで広範囲に生息する。 大型種は低水温の海域に多く、巣穴を掘って生活するほか、生還を作る種もわずかにいる。かつてはそのような種しか知られていなかったため、高緯度や深海のみに分布すると考えられていたが、熱帯にも小型の種がいることが明らかになっている。小型の種は巣穴を掘るか、感激性である。貧酸素で硫化物濃度の高い環境に生息する種も報告されている。 多くは捕食性。糞を伸ばし、キチン質の歯が並んだ口を突出させて、誤解や横エビなど小型の無脊椎動物を捕食する。生還を作るマッキビウステンタキアレイトスは、口の周囲にある短い触手と棘を使い、近づいた獲物を捕らえる。小型種は、デトリタスなどを餌とする。深海性の種では、海面を食べるものも知られている。かつて、偽太鼓を持つ前口動物は、 体系動物門にまとめられており、線形動物や内向動物などとともに、エラエイ動物も体系動物門の一項とされていた。しかし、体系動物が単形東群ではないと考えられるようになったため、この門は使われなくなり、それぞれの綱は独立の門とされるようになった。エラエイ動物も同様で、独立のエラエイ動物門を構成するとみなされている。 分子系統学の研究から、前口動物は脱皮動物と管理動物の二つの系統群に分かれることが有力視されているが、エラエー動物は脱皮動物に含まれると考えられている。脱皮動物はその名の通り脱皮をすることが特徴で、エラエー動物もそうである。脱皮動物の中では、エラエー動物は、同粉動物、同行動物と禁煙と考えられており、 この三群を合わせてカシラフン動物にまとめることが提案されている。カシラフン動物は太表に花状器官と呼ばれる微小な構造を持つという形質を共有する。バージェス生物群のオットイア現代よりも古生代に繁栄したグループでカンブリア期の海では主要な捕食者だった。バージェス生物群の一員として有名なオットイアも偉い動物である。古生物学者のグールドは エラエ動物の衰退は、オルドビス期に出現した、顎を持つ、タモ類との競争に敗れたために起こった可能性を指摘している。エラエ動物の原生種は十数種ほどが知られている。以下の二目三下に分類される。ありがとうございます。